ロンドンフィルハーモニー管弦楽団ロンドンフィルハーモニー管弦楽団ロンドンフィルハーモニックオーケストラはイギリスのロンドンに本拠を置くオーケストラでイギリスを代表するオーケストラの一つ英語表記のロンドンフィルハーモニックオーケストラの頭文字を取ってローポと表記されることもあるなお19世紀に創設されたロンドンフィルハーモニック協会 ロイヤルフィルハーモニック協会とは直接の関係はない。学院数70、2018年を HP。1932年、BBC 公共楽団の常任指揮者就任が叶わなかったトーマス・ビーチャムが BBC 協に負けないオーケストラを作ろうと、自らの資材を投げ打ち設立した。初コンサートは、同年10月7日に、R ・シュトラウスの 英雄の生涯を中心としたプログラムで行われ、設立当初から同団は、ロンドン有数のオーケストラという評価を受ける。しかし、第二次世界大戦が勃発すると、B チャムは、楽団運営を放棄して、アメリカへ渡り、楽団は存続の危機に陥ってしまう。残された学員たちは競技の末時集運営団体として、再出発することを、決、指揮者、 マルコム・サージェントに協力を求め、戦時中の苦難の時代を乗り切る。第二次大戦終結後は、BBC 音楽部長も務めたイギリス式会の、ジューチン・エイドリアン・ボールと、新進気鋭の指揮者だったジョン・プリッチャードがそれぞれ、主席指揮者を務める。プリッチャード時代の1964年から、グラインドボーン音楽祭へ出演を開始し、オーケストラピットに入って、オペラを演奏している。 同音楽祭は約3ヶ月に及び新作と再演を数円目ずつという歌劇場シーズンの半分に匹敵するスケジュールを持っているためコベントガーデン王立歌劇場管弦楽団が定期的なコンサート活動を持たない現在においては同団は実質的にロンドンでは唯一のコンサートオペラ兼業団体といえるただし近年は古典派オペラについては ピリオドオーケストラが起用される例が多く、ロンドンフィルの出演比率は下がっている。オランダの名門オーケストラ、アムステルダムコンセルトヘボー還元楽団の主席指揮者を務めていた、同国出身の指揮者、ベルナルト・ハイティンクが、1967年から主席指揮者になる。ビーチャムによる創設からずっと、イギリス人指揮者を迎えていた、この楽団に、 初めて外国人のシェフが着任した。この時期ハイティンクは母国オランダのフィリップスレーベルに精力的にレコーディングを行い、著名作曲家の公共曲全集を次々と録音していた。それらの多くはコンセルトヘボー管弦楽団との録音だが、ハイティンクはロンドンフィルトもたくさんのレコーディングを行った。 代表的なものは九百七十四年から九百七十七年にかけて録音されたベートーベンの公共曲全集、ピアノ競争曲全集、ピアノはアルフレッド・ブレンデルであり、その他にもリストの公共詩全集、ピアノ競争曲集、メンデルス・ゾーンの公共曲全集などがある。そして、旧西川発の試みとなった、ショスタ・コービチの公共曲全集もコンセルトヘボーカンと、 分担し録音した。ショスタ・コービチの全集のみ、イギリスのデッカが録音を担当している。イギリスのお国者であるボーン・ウィリアムズの公共曲全集、EMI、エルガーのエニグマ変奏曲、フィリップスなども録音しており、エニグマ変奏曲は、後に、楽団の自主制作レーベル、ローポから、ライブ版もリリースされた。この時代のロンドンフィルの録音を聞くと、 コンセルトヘボーカンと似たニュー話で上品な表現が加わり、ハイティンクのオーケストラビジュダーとしての実力の高さがうかがい知ることができる。ハイティンクはリニン語もグラインドボーン音楽祭などで同団と親密な関係を続けた。彼からショルティの時代にかけて、ロンドンフィルはコンセルトヘボーカン、シカゴ交響楽団というしばしば世界一と称えられる名門オケトの 兼任シェフをいただくことになり、大きな自信を抱くことになった。二人の指揮者は、レコーディングにおいて、両手兵を適時適所に使い分けることになり、上記のショスタコービチ公共局全集などは、典型である。ハイティンクの公認に選ばれたのは、ハンガリー生まれの指揮者で、シカゴ公共楽団音楽監督、戦後長らくのドイツ国籍を経て1972年に、 イギリスの市民権を得ていた、ゲオルク・ショルティだった。ショルティは1938年、25歳の時に、同郷の先輩指揮者、アンタルドラティの引き合わせで、コベントガーデン王立歌劇場のオーケストラピットに入ったロンドンフィル。当時は、歌劇場間弦楽は存在しなかったを、初めて指揮して、以来41年間、たびたび客演を続けていた。レコーディングは、 ショルティが契約していたデッカを主として行われ、エルガーの公共曲全集とホルストの組曲、惑星、それにリストの公共詩、前奏曲などが録音された。また、モーツァルトのフィガロの結婚などのオペラ作品も録音された。ショルティは4年間のみの在任だったが、安定した関係の中でも演奏旅行中にショルティだけ一等席で移動するなど必ずしも学院と、 分け合い合いだったわけではなく、オーケストラの次のターニングポイントであるテンシュテットの時代へと引き継がれていく。東ドイツから西ドイツに亡命し、キールを本拠に活動を始めたばかりだった指揮者、クラウステンシュテットが、ロンドンフィルト・マーラーの公共曲第1番を録音したのは1977年のことだった。EMI から発売されたこの録音を聞いたカラヤンが、 その演奏を激賞し、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の指揮台へ招いたというエピソードがあるが、天守テッドの能力と才能に驚いたのは、ロンドンフィルも同じだった。彼らの距離は次第に縮まり、1983年には主席指揮者に招かれる。それまでの楽団の伝統にはなかった、マーラーの音楽という新風を吹き込み、次々にスタジオ録音が行われ、 大地の歌を含む公共曲全集やオーケストラ伴奏付き歌曲が録音され、次々に発売された。マーラーの音楽を完全に理解したテンシュテッドの解釈がロンドンフィルの下で徹底され、比類のない完成度となったこのマーラー全集は日本でも大評判になり、改めてこのコンビの蜜月ぶりを内外に示した。ベートーベンの公共曲第3番、英雄第6番、 伝言、ブラームスの公共曲第1番、ワーグナー還元楽曲集、リヒャルト・シュトラウスの公共詩などが録音されたが、そのいずれも高い完成度を誇っている。1985年、アメリカに演奏旅行中だったテンシュテットは、体の不調を訴え精密検査を受けたところ、高等岩にかかっていることがわかり、治療を続けるが、1987年、 体調不良のため主席指揮者の任を降り入ることを発表する。楽団は天使テッドに警官指揮者のポストを送り、牢に報いた。天使テッドはその後も闘病生活を続け、体調が良い時には、ロンドンフィルやベルリンフィルにも客演した。1988年の日本公演では来日して、指揮できるかが危ぶまれたが、無事指揮台に立ち、マーラー、そして、 ワーグナーの素晴らしい演奏を日本の音楽ファンに聴かせた。1993年にマーラーの公共曲第7番夜の歌を指揮したのを最後にテンシテッドはロンドンフィルの式台に立つことはなかった。が、1998年に彼が亡くなるまでファンも楽団員も彼がロンドンフィルの式台に帰ってくることを望んでいた。病気のため、 主席指揮者の任を降りた天守テッドに代わって1990年に主席指揮者に選ばれたのは当時29歳の若きオーストリアの指揮者フランツ・ウェルザー・イコール・メストだった。カラヤン国際指揮者コンクールに19歳の若さでセミファイナリストとなったこの指揮者は短い在任期間ながら EMI レーベルにメンデルスゾーンの公共局第3番スコットランド第4番エリア ストラビンスキーのバレエ音楽、火の鳥、オーストリアに演奏旅行中に収録された、ブルックナーの公共曲第5番などの録音を残した。テンシテットのレパートリーであった、マーラーの公共曲第4番も録音している。珍しいところでは、母国のウィンナーワルツ州の録音がある。学院との衝突が少なからずあり、リーダー、コンサートマスターや学院が対談してしまうなど、問題が続き、 1995年の日本、公演終了後ほどなくして、辞任した。2000年、長らく、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の学長を務めた、ドイツの指揮者、クルトマズアが、主席指揮者に就任した。楽団の自主制作レーベル、ローポを立ち上げ、ビーチャーム時代からユロフスキまでの演奏のライブ音源を、CD 化して、販売を開始した。 主席客演指揮者だったウラディーミル・ユロフスキが、楽団創立75周年の2007、2008年のシーズンから、主席指揮者に就任している。創立から35年間はずっと、イギリス人指揮者、オランダ人のハイティンクを経て、ショルティからユロフスキまでドイツ語を、事実上の母語とする、主席指揮者が5人続いており、歴代主席指揮者全員が、西ゲルマン系4カ国、 エイラン独王国籍保持者というのは、この国際化時代において珍しく、独自の上品で重厚なサウンドポリシーを貫いている。ロンドンの他のオーケストラと同様に、映画音楽やポピュラー音楽の演奏に携わることも多い。映画では、ロード・オブ・ザ・リング三部作、アラビアのロレンス、フィラデルフィア、さらにゲーム音楽では、杉山孝一による、 ドラゴンクエストシリーズの公共組曲やゼノサーシリーズなどのサウンドトラックを担当。ポピュラー音楽ではチックコリアのカー・カンサートやナイトウィッシュのワンス・ダークパッションプレイ、ヨシキのエターナルメロディーなどの演奏を担当している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。